はるめさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブンのセブンペイ7月スタート、セブンペイの7個ポイントなど詳細を解説ということで、まあ何度か僕の動画でも紹介はしたことあるんですけども、このセブンペイについてなんですが、まあ今回は公式ページが出てましたので、そちらについてお伝えをしていこうと思います。それではまず概要からなんですけども、7月からセブンイレブンがバーコード決済セブンペイに対応、セブンペイでのお支払いで7個ポイントも貯まる、セブンイレブンでのお買い物はセブンペイがお得ということですね。でも今回内容も少し書かれてまして、ポイント還元など下に少し出てますね。通常200円ごとに17個ポイント。で、キャンペーンポイントが200円ごとに17個ポイント。で、2019年の、10月31日までこちら期間限定となってますね。で、7マイル200円ごとに1マイル。で、1マイルイコール17個ポイントということになってますね。しかも、まあ、加えてこちらもちょっと見ていただきたいんですけども、ポイントプログラム変更のご案内ということで、7月1日の月曜日からセブンイレブン店頭での7個ポイント付与率が変更になりますと。変更前は7個でのお支払いが100円ごとに1ポイント付与だったのに対して、変更後は7個でのお支払い200円ごとに1ポイント付与。200円未満でのお支払いでは、ポイントは貯まりませんということですね。まあこれらを見て思うのは、まあ以前にもお伝えしたんですけども、まあ、なんで7個のポイント付与変更したのかなっていうのと、まあキャンペーンとか実施したりして7個ポイントの、まあ、付与などに対して付加価値をつけていくのかなというふうには思うんですけどね。まあちょっとこれは疑問が残るとこではあります、ぶっちゃけ。まあ、使い方やチャージに関してなんですけども、結構シンプルですね。セブンイレブンのアプリをお支払いボタンを押して、あとはバーコードを提示すると。これはもう従来通りの QR コード決済とすごい似てますね。そして、チャージや選択。そして、チャージ方法に関しては、セブン銀行とか、あとはレジでもできるということ。そして、クレジットカードでも可能というふうになっております。で、補足として、唯一、まあ、救われたのは、セブンペイのリリースと同時期に、ペイペイ、メルペイ、ラインペイ、あとは、アリペイ、ウィーチャットペイ、それらがまあ対応するということですね。本当最近はですね、もうローソンとファミマの行き来ばっかりだったんですけども、もうこれがきっかけでやっとセブンイレブンにまた行きそうな気がしますね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。セブンイレブンのセブンペイの紹介ということでした。多分ですね、僕もレビューするためにはぜひ使うとは思うんですけども、今後セブンペイを長く使っていくかどうかに関しては、まあキャンペーンなどによってはちょっと検討しようかなっていう感じに思っております。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日は、ご視聴どうもありがとうございました。